はい、どうもヒロです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。ゲストはゲストじゃないですアシスタントはアンザでございます。アシスタントのアンザさんです、はい、来ていただきました。はい、今日もね、天気がいい感じの天気です。秋晴れですかね。秋晴れですね。よう、なんかすっかりなんかここ最近秋っぽくなって、そうですね、過ごしやすい。このテラスの席でね、はい、スタバってんのがすごく気持ちがいいですね。ということで、9月30日のね、はい、仙台ライブ無事に終わりました。100回終了ということでね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でしたね。来ていただいた方、そしてね、配信で見ていただいた方、はい、それで我々にね、ドリンクの差し入れをしてくれた皆様も本当ありがとうございました。本当にありがたかったですね。アンザさん、ビールたらふく飲んでましたから。たらふくは飲んでないんですよ。たらふくは飲んでないんですけど、ちょっとずつ飲ませていただきましたけど、ただ私、あいにくね、はい、マカナさんに、はい、ずんだシェイクがなくて。そうです。私はちょっとね、ずんだのね、はい、甘みを楽しむことはできなかったんですけども、はい、まあ、ずんだのお餅とかおはぎたくさんいただいたので。そうですよ、たくさん ね、差し入れもしていただいて、たくさん喜んで食べておりました。やっぱ、はい、うさぎのね、はい、うさぎ屋さんの、はいはい、秋さんでしたっけ。あれ違うんでしたっけ。それはおはぎ、ね、あれはおはぎなんですね。秋のおはぎと、はい、あとね、うさぎ屋さんの名店ですよ、うん、名店ですね。ずんだ餅いただいたんで、はい、美味しかったですね。あ、喜んで食べておりました皆さん、はい、ありがとうございました。本当にメンバーね、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、デッサンもね、2夜連続でね。そうなんですよ、我々の次の日も、ね、なんかね、還暦祝いでなんか赤い T シャツもらってましたね、デッサンね。還暦じゃないから。あ、還暦じゃない。還暦ではないので、そこはちょっとお間違いのないようにお願いします皆さん。100回101回のね、連日お疲れ様でしたということでね、まあ、はい、これからもね、サンドオブデスター熱くね、はい、盛り上がっていただければと思うので、皆さんぜひ仙台の皆さんは毎回毎回行ってあげてください。そうですね、またいつ呼ばれるかわかんないですけど、まあ、呼ばれたら私たち喜んでいきますので、はい、行きたいと思いますね、はい、今度は新作持っていきたい、ね、そうですね、間違いなく新風が出てから の仙台にお邪魔することになると思いますので、はい、皆さんこちらの方も期待して、はい、いただければと思います。ということで、まあ、今10月になりましたが、はい、今月はね、ライブがね、今月はですね、ちょっと怒涛の9月だったので、ね、9月はね、本当に私ちょっとね、さすがに怒涛すぎましてですね、ヘッドホンあり、はい、ね、私ソロのソロのね、はい、活動あり、はい、なんか毎週なんかやってましたね。もう毎週ステージだったんですけど全部内容が違うんで、内容がまるっきり違いましたね。いやー、なんかでもちょっとさすがにですね、もう疲れが、うるさいバンドやってたと思えば、ジャズクラブでね、はい、そうです、ピアノと ね、歌っていう、なんかさすがに何でもやりすぎじゃないですか、ね、いや私もそれはね思いましたねでもやっぱちょっとね、体に来てますね。さすがに頑張りすぎですね。頑張りすぎたので10月はですね、ちょっとね、体をちょっとメンテナンスと休めつつね、新曲の、ね、新曲の制作がもうちょっとこれから追い込みに入っていくので、はいはい、ライブはちょっとお休みになりますけれども、うん、1ヶ月ね、うん、ちょっと制作をしながら、まあ、ライブはやんないけど、まあ、ギターは弾くっていう、そういうことですライブはないけど歌は歌うということでございます、ね、そうですね、で、はい、11月に入るとなんかね、はい、ね、実はそうなんですよ、これなんですけれども、ちょっと見えるのかな、なんかまた、はい、またお祝いなんですけれども、随分ね、ド派手なチラシですけど、そうなんです、もう我々もね、もう随分もな、結構久しぶりのでも対バンになるんですけど、うん、よくね、もう昔から一緒にやっていたイグジストドレイスがですね、はい、なんと19周年アニバーサリー、うん、19周年ということで、もう1年待てなかったんですか。いや、だそれ19っていうあと1年待てなかったね、20周年っていうのは、でもまあ一応一区切りということで、19周年の、なんかこのイベントのシリーズのファイナルらしくて、でそれに我々ヘッドオンプレジデントも呼んでいただきまして、久しぶりの共演となるわけですけども、はい、うん、また対バンにね、これこそ本当にね、お久しぶりの会社の一撃さんとか、はい、まあ、あとはちょっとね、結構初の対バン、バンドさんとかいらっしゃいますけ ど、うん、なるほど、多分内容盛りだくさんのね、
イベントになると思いますと、何よりもこのイグジストトレイスさんのね、うん、あの19周年のお祝いなの で、はい、そうですね、我々もあのお祝いがてらこう、ね、楽しみながらライブさせていただこうかなとは思っております。これね、会場がね、ヒロさん、うん、すげえ久しぶりの新宿のアンチノックさん、はい、うん、久しぶりですね。何十年ぶりだと思う、多分。何十年ぶりですか。おそらく多分、アンチノック多分そうですよ。いや、まあそれも楽しみですね。だからそう、なんか改装してから1回も出て、あ、改装されたんですねっていう噂を聞いて、あれなんですけどね、おしゃれに、どうなんでしょうね、中身まではどうだったか分かりませんけども、まあ、それも楽しみ、楽しみです、したいと思います。はい、その日はですね、2023年11月の10日の金曜日、はい、アンチノックさんでですね、うん、なんかオープンが17時、スタートが17時半で、うん、前売りが3500円のプラス、ドリンク、で当日が4000円ということになっております。はい。はい、なんで、あのこれもこちらも楽しみにしていただければなと思っておりますけれども。新宿でアンチノックは本当久しぶりですね。本当ですよ、うん。なかなかね、なんか我々ももう23年活動やってますけど、いろんなライブハウスさんにお世話になってますけど、なかなか最近ね、ちょっとね、行けてないんでね。そうですね。はい、まあ、ね、新宿界隈をね、盛り上げるという意味でもね、はい、ちょっと頑張ってね。そうですよ。あの新曲もやると、やりますよ。やるとか。やるとか。やらないとか。やるとかやるとか。うん、はい、やるとかやるとか。やるとかやるとか。古い曲も、あの時間的にちょっとやるかどうかわかんないですけ ど、もしかしたらワンチャン私、新曲、新しいのもう一曲追加かなと思ってるんですけどね。間に合えば。もう一曲追加ですか、はい、差し替えとかじゃなくて。あ、でも差し替えでもいいですけど、ちょっと新曲をもう一曲ちょっとお披露。まあそんなに時間はあるわけじゃなさそうで。そうなんで、はい。まあちょっと差し替えて、また新曲のお披露目をね、できたらなと思ってはいるんですよ。もう徐々にね、どん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 あのライブが増えていっていく中で、あの新曲が増えていくと思いますので。はい、わかりました、はい、ということでね、11月10日です。10日、はい、アンチの、ビッグイベント、はい、イグジストトレイスの19周年アニバーサリー、19周年ということでね、はい、そして、12月、はい、翌月なんですが、12月はね、まあお休みですかね。いや違いますよヒロさん、何を休もうとしていらっしゃるの？あ、そう、まだ、あのまだ発表にはなってません。なってない。ただヘッドホンプレジデントの9月15日のワンマンに来た人たちは、なんとなく私がそういう夢を見たっていうお伝え方を、あ、そういうこと言っちゃいました。言っちゃったじゃないですか。夢を見ました的な。そう、まあでもあの一応もうあのヒロチャンネルをね、あの見ていらっしゃる方だけには、12月17日は絶対開けといてください。めちゃめちゃ具体的な、いや具体的には言いますよ。これはカットします。いや、カットしなくて大丈夫です。ピーって入れますから。てかもうそろそろ発表なので。いや、ピーって入れますから。12月の17日は開けといてくださいということでございます。ちゃんと公式が発表してからにしてください。いや、いいんですよ、もうすぐあのアップなんで。そうですか、はい、なんでよろしくお願いします、はい、ってな感じですよ。まあとりあえずね、11月の、はい、ライブ、はい、ぜひね、会場で遊びに来ていただいて、皆さんと一緒に、はい、あのお祝いできればと思っております。はい、そうですね、はい、で12月もあるとかないとかということで、ね、あるとかないとかでございます。まあ年内できる限りね、はい、ライブやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ご期待ください。広瀬のソロライブはまだですか？ちょっとね、結構ライブが年末あるって、ちょっと私のソロはちょっとね、来年ですかね。あんまりね、詰め込みすぎてもね、見に来る方が困っちゃいますから。まあでも来年早々はちょっとやっていただこうかなとは思ってますけどね。はい、ちょっと考えてますんでね、はい、じゃあもろもろ楽しみにしております。はい、はいはい、ということで、はい、ヘッドホンプレゼントのね、はい、ライブスケジュールアップデートの情報をお送りいたしました。はい、アシスタントのアンザさんでしたまあ、多分いつ溺れるんでしょう、はい、本当にありがとうございます。お待ちしてます、はい、バイバイ。